おはようございます。本日4月8日、豪誕へと言ってお釈迦様がお生まれになった日であります。円覚寺では午前10時から仏殿で法要をお務めします。では、いつお生まれになったのかというと、これが難しいのです。中村はじめ先生のゴータマブッダ上春秋社巻には、仏滅年代論については、異説が極めて多く100種以上ある。シナ人は老子がインドに行って釈尊となったという伝説をさえも生み出したと書かれています。実にたくさんあるのです。また、スリランカ、インド、ミャンマー、タイ、ラオス、カンボジアなど南方アジアの諸国では1956年から1957年にかけて釈尊の2500年の記念式典を盛大に行ったが、これは南方仏教の伝説に従ったのである。すなわち釈尊の入滅は正規前544年ないし543年であると考えているので、紀元前544ないし543年を仏滅後の第1年とすると、仏滅は544年梅釋迦月のこととなると。そうして1956年から1957年がちょうど釈尊入滅後2500年目に相当するというのである。釈尊が80歳まで生存していたというもろもろの一致した伝説を採用するならば、釈尊の誕生は正規前624年であったということになると書かれています。この説に基づいて仏暦というのがございます。今年は仏暦で言うと2566年になるのです。西暦というのはご存知の通り、イエス・キリストの生まれた年から数えているのです。ただし中村先生は世界中の仏教徒が一つの約束としてこの年代を採用することは一向に差し支えないが、学問的には大いに疑問の余地があると疑問を呈しています。さらに、一般にゴータマブッダの入滅年代をだいたい正規前480年頃としている。そのうち最も有力な説は、ブッダの生涯を正規前563年から483年とする説であり、フリート・ガイガー、リス・デビッズなどの諸学者が採用している。これは南方スリランカの伝説に基づくのであると説かれています。これはアショーカ王の即位干潮元年を正規前266年と推定し、その年と仏滅の年との間を南方の伝説によって218年とし、それによって仏滅年代を紀元前483年と定めるのであるということなのです。しかし仏滅からアショーカ王の即位干潮まで218年あったというのは長すぎる。釈尊からアショーカの時代までに異性の五子五人の死が戒律を伝えたというが、5人で218年を保つのは困難である。一人の死が自分より40数年若い弟子にのみ戒律を伝えたということはありえないであろうというのです。それからもう一つ、殊勝転機の説があります。これはゴータマブッダが亡くなった後に律道を伝えた聖者たちが毎年の暗号を終わるごとに一つの点を記して経過した年数を記したものです。サンガバドラという僧が永明7年西暦489年に暗号が終わってから講義をもって律道を供養し終わり、すなわち一点を下す。その年に当たり計りて975点を得たり、点はこれ1年なりというのですから、それに基づいて逆算すると正規前486年が釈尊の亡くなった年になる。
したがって釈尊の誕生は西暦前566年になるということになります。しかしながらパーリー文の仏典が主査されたのは西暦前1世紀のことなので、それ以前は暗唱されていたわけですから、この伝承は確かとは言い難いのです。スリランカの伝承に基づくと仏滅からアショーカ王までを200年としていますが、インド本土に伝わった諸伝説は仏滅からアショーカ王までを全部104年としているということです。そこでそれに基づいて仏滅年代を計算すると368年または370年または380年、388年、386年などの説があるのです。ウィ・ハクジュ先生の説はさらに詳しいのです。アショーカ王の即位完潮は紀元前271年であるとします。ところで18部論によると、仏滅116年後にアショーカ王がインドで王になったという、故に仏滅は西暦前386年となる。釈尊が80歳で亡くなったという伝説によると、ゴータマ・ブッダの生涯は紀元前466年から386年ということになります。さらに中村先生は、宇治博士の年代論の基準となったアショーカ王の即位完潮の年は、同時代のギリシャの諸王の統治時代に関する西洋人諸学者の説によるものであるが、その後の新しいギリシャ研究によってこの年代は修正されねばならなくなったとして、修正を施すとアショーカ王の即位は紀元前268年であり、ゴータマ・ブッダは紀元前463年から383年の人となるのであります。かくして中村先生の説に従いますと、お釈迦様がお生まれになったのは紀元前463年ということになるのです。佐々木静香先生のゴータマはいかにしてブッダとなったのかには、碑文は2000年以上前の古い文字で書かれていたので、長く誰も読むことができなかったのですが、1837年にジェームス・プリンセプというイギリスの考古学者が解読しました。これによってそれまで知られていなかった重要な事実がたくさん浮かび上がってきました。というのであります。19世紀になってようやく分かってきたことなのです。お釈迦様とアショーカ王の間は100年か、長くても200年と推定されていますと書かれていますと、100年も差があるなんて随分いい加減のように思いますが、中村先生は学者によって約100年の差があるわけですが、しかしインドの古代についてわずか200年の差しかないということは、年代の不明な古代インドとしては驚くべきことであると仰せになっているので、そのようなものでありましょう。ですから佐々木先生は同書で、まずお生まれになったのはヒマラヤ山脈のふもとです、ここに釈迦族が治めているカビラバッツという国がありました。お父さんはスッドーダナさんという名の王様で、お母さんはマーヤーブニンと言います。生年月日は不明です。今からおよそ2500年前頃の何月何日かです。随分漠然としていますが、2500年前という数字がわかるだけでも大したものなのです。という通りなのでしょう。この情報の出どころはアショーカ王碑文です。アショーカ王碑文がなかったらそれすらもわかりませんでした。今から数千年前ですとしか言えなかったと思います。ですからアショーカ王に大いに感謝です。ということなのであります。お釈迦様のお誕生の時の有名なエピソードがあります。生まれ落ちるとすぐに7歩歩き、天と地を指さして何かすごいことを言ったという伝説です。天上天下唯我独尊とおっしゃったのです。意味はわかりですか？
この世の中で私だけが立派、その通りです。皆私だけを頼りにせよという意味です。赤ちゃんのくせに随分偉そうですね、と説かれています。今ではよくこの言葉は自分だけが尊いという意味ではなく、人間は一人一人最高に尊い存在であるということだとして、人間の尊厳を意味する言葉と説かれていることが多いのです。山田無門老師も碧岩録の提唱で、天上天下唯我独尊だ。これは釈尊誕生の時の言葉であるが、これは決して釈尊が、自分だけは偉くて皆はつまらんと言われたわけではない。人間性の原点を悟るならば、人間性の原点がゼロだとわかるならば、誰でも天上天下唯我独尊だと説かれているのです。中村先生のゴータマブッダ像には、もともとはお釈迦様自身が言ったのではなく、神々が称えた言葉として説かれています。それがやがてブッダ自身が宣言したように説かれるようになったのだそうです。いろいろな説がありますものの、およそ2500年ほど前にお釈迦様という素晴らしい方がお生まれになったその日をことほぐのであります。それでは今日も姿勢と呼吸とを整えてまいりましょう。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめます。この大地に支えられていることを感じて足に力を入れて、よーし立ち上がるぞという気持ちでお尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていってストンと下ろします。息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げていって吐くと同時にストンと下ろします。もう一度息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げていって吐くと同時にストンと下ろします。最初一息、息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで口を開いて一息強く、と吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気が入ってまいります。おへその下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ああありがたいな、嬉しいなと、この思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちでその後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。
はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。